でそのセルティックスでプレーオフも戦いましたエヴァン・クルニエ。今日はポイントガードはアンドリュー・アルビスで来ましたフランスです。さらにユタ・ジャズのルディ・ゴベールされています。ワシントン・ウィザーズ八村塁、トロント・ラプターズ渡辺裕太、そしてメルボルン・ユナイテッド馬場雄大、さらに千葉ジェッツのギャビン・エドワーズ、アルバルク東京の田中大輝という、おとといのですね、五十嵐選手、日本のスターティングファイブ、印象いかがでしょう。いやもう本当に豪華ですよね、まあ、特にあのサイズの部分でも今拓磨さんが言ったように、はい、あのサイズも上がってもに遜色ないと思うので、はい、すごく楽しみですね、八村、渡辺、そして馬場雄大、海外で培ってきた経験を、そして大会は飛躍を誓います。一昨シーズンの B リーグレギュラーシーズン MVP 田中大輝です。さあ第1クォーターティップオフ、ルディ・ゴベールがティップオフを制しまして右からが君臨します。スローインから受けてバトゥーム、フルニエのレイアップ、ファーストバスケットはフランスです。渡辺雄太、もう一度田中です。ここはスッとアルビシが見に来ます。八村、ツーポイントのジャンパー、早速軽やかに得意のレンジのミッドレンジジャンパー。いやそうですね、今みたいにね、あのスペースがあっていい形でボールをもらうとやっぱりファウルでしか止めれなくなってしまうので、はい、そこ難しくなってしまいますよね。ここも馬場雄大が持ち前のスピードでドライブを見せましたが、ゴベールのブロックステージアに達した選手の中ではトップでした。 NBA でのブロックです、はい、重要ですね。そうですね、やはりゴベール選手のところ多分、はい、ギャビン選手がねあのブロックアウトしてるので、アウトサイドの、ね、リバウンドは大事ですね。はい、ヤブセレです。バトゥームからゴベール、ゴベール、うん、いや五十嵐選手、はい、ちょっとギャビン・エドワーズ選手が小さく見えるぐらいの、そうですね、積極的にリムアタッカー見せてますね、はい、フルニエです。合わせてゴベール、いい合わせでした、ルディ・ゴベール。まあでもあの全員がね逃げて、さあ世界に相対しても最適には見劣りしません田中大輝。八村、今日最初の得点です。五十嵐選手、いいですね、馬場選手ね。しかしゴベール、ターンオーバー、そして馬場が走っている、馬場のレイアップ、これは馬場雄大のスピードだ。八村がボールを運びます。八村、ゴベールに対して積極的にアタック、八村、エンドワン、素晴らしいです、ゴベールがここ、八村全く同時に持ち込みました。これが渡辺さん、 NBA で培ってきた経験、自信でしょう。心がつきます。スイッチして八村へダブルチーム仕掛けてきましたが、渡辺落ち着いて入ってのフローター、ショットクロックギリギリ、ホテルにデコロ、そしてファル、さらにヤブセレというオンザコート5人です。田中フックパス、八村のスリー、八村塁のスリーポイントでしょうね。そうですね、やはりこういう中で結果を出さなきゃいけないので、はい、まあ、今日は本当にいい経験になりますよね。そうですね、はい、田中のジャンパー、いいですね、田中大輝もいいシュートタッチを見せます。八村、今度はレフトハンド、大変その左腕レフト、あとインサイド寄りのディフェンスが非常に素晴らしいので、はい、やっぱりこの集中をねタイムアウト明けも切らさないことですよね。五十嵐選手、はい、フランスを相手に回しても八村選手の得点が止まりませんね。そうですね、本当にいい形で八村選手がシュートを打ててますし、さあ今度は富樫とそのウルテルのマッチアップ、さらに金丸です。金丸、ショートコーナーからの巧みなショット、いいですね、スキッパス、ルアウキャバロ、ルアウキャバロのアタック、ここはインサイド、ギャビンの勝ち、ギャビン・エドワーズ、富樫、馬場が走っている、ギャビンだ、日本のファストブレイク先です。さあ日本がまた押し返します。31対22、やっぱり相手の方が大きかったんで、はい、ちょっと手に引っかかりましたけど、うん、まあ、やっぱりあのファーストブレイクに参加してますしね、やっぱ彼の存在大きいですよね。これもディフェンスのギャビンが取ってセカンドチャンス、また日本、富樫、比江島からもう一度富樫、さあ富樫のスピードも、ここはステップバックのスリー、そして真っ先に祝福に駆けつけた渡辺雄太です。ちょっとまあ、ラマスヘッドコーチの下では田中大輝ポイントガード、まあ、これスターターで行こうというような流れにはなっていますが、富樫選手の反応、さらに比江島、ち
ちょっとねディフェンスのスイッチがフランスも入ってきたような感じがするんでね。ゴベールも出てきました、フランスです。比江島が行く、比江島40得点到達。スキッパスバトゥームへ、そしてゴベール一瞬でサイレン化学アリーナを一旦沈まらせる。この渡辺とはフルニエのマッチアップ。ギャビンからもう一度渡辺雄太、渡辺フローター、ギャビン・エドワーズへのパスのコーナースリー、これはショートリバウンド、バトゥームキックアウト、オープン、エクストラパス受けてフルニエのアタック、フルニエのレイアップ、うまいですね。比江島、ギャビンがスイッチ見ます、あーっと狙ってみました、田中大工のスティール、そして田中大工、これはイージーバスケット、田中大工のスティールから日本の速攻が生まれました。五十嵐選手、まあ、でもこういうことありますからね、本戦でもね。フルニエオープンだ、ニコラ・バトゥームコーナースリー、いやさすがですね、カンファレンスファイナルへと第3クォータースリーポイント決め始めました。さあ9点差、1桁の差に迫ってきたフランスです。シェーファーのコーナースリー、これが五十嵐選手、今シーズンシェーファーが上げてきた武器ですね。そうですね、あのアウトサイドのシュートの確率っていうのもすごく上がってます。日本です、2桁の差に戻しました。ゴベール、トップからのゴベール、シェーファーがつきます。フルニエ、ファイトオーバー、渡辺雄太、フルニエアリウープ、今のもフルのジャンプじゃないんですけれども、アリウープなり逆にあの後半に入ってフランスの方にやられてしまっているので、そういった意味では日本もまずはあの今5分の段階で14点取られてしまっているので、ディフェンスをもう一回こう締め直すという。さあ日本、渡辺雄太ポンプフェイク、ゴベールのブロックを見ながらうまいバンクショットを見せました。うまいですね、はい、田中大輝、渡辺にはフルニエ、渡辺のショートコーナーのジャンパー、タックショットですがしっかり決めました。ないんですが渡辺も伸ばしてきました、はい、これで2人が14点ずつ。ルアオキャバロから受けてアルビッシュ、ヤブセが入ってきました。キックアウト、オープンでフルニエのコーナー3、これは逃しません。ちょっと五十嵐選手、はい、ババが行く、ババのレイアップ、おっとこれもゴベールのブロックが来ました。さあそして走っているルアウキャバロ、ルアウキャバロ、フランスのファストブレイクが決まってす、ここは富樫が行く、富樫のレイアップ、五十嵐選手、はい、ここは富樫のスピードが行きました。いや本当いいですね、今日はあの前半からアグレッシブにいましたが、16点リードで始まった後半です。13ポイントフランスが差を詰めてきました。渡辺さん、第3クォーター改めてどう振り返りますか。はい、八村とヤブセレ、八村入れ替わってキックアウト、比江島、比江島のスリー、おータクショット決めました、比江島です。五十嵐選手、はい、素直に出していいと思いますね、第1クォーターのアグレッシブさを改めてまたここでも取り戻そう、はい、八村、これも難しいショットでしたけどね。そうですね、まだショットクロックは10秒あります。ババダブルチーム、八村へ、八村キックアウト、オープンで比江島の今度は3、4点プレー、これにはベンチから飛び出しましたキャプテンの渡辺雄太、渡辺に田中大輝両キャプテンが、まあ、このプレーを慣れてるっていう部分でも本当チームとして、はい、あのいいオフェンスだったと思います、まあ、B リーグレギュラーシーズンからクールにプレーをする印象の田中大輝、比江島ですけれども、いよいよ、まあ、こういった面々もいまして、さあ今度はフランス、ルアウキャバロのアタック、リバウンドファル、フルニエ、ルアウキャバロ、もう一度ファルだ、動かしてフルニエの3、ここは素晴らしいフランスのボールムーブメント、はい、さあここマンツーマンの日本です。フルニエが入っていく、オープンでデコロ、さらにオープンを作ってバトゥームのコーナースリー、ついに同点フランスです。ストハンドのレイアップ、これも落ちました。さあここは1本守りたい日本、あーっと狙っていた馬場雄大、馬場のスティールからダンク、いいところでしたが、五十嵐選手、はい、馬場選手がここは攻守にいいプレー見せてくれました。いやいい読みでしたね、今ちょっと
狙っていました馬場です。狙ってましたね。そして得意のダンク。残り5秒ショットクロック。馬場、馬場アタック。ディフェンスファール。ショットクロック残り5秒。馬場のディープスリー。リバウンド八村、オフェンスリバウンド取りました。これは大きなリバウンド。さあ残り15秒、フルニエがファールで時計を止めました。残り 13.7 秒、馬場のディープスリー。馬場ブーンとはなりませんでしたが、ここは奥田中学校の後輩八村がしっかりオフェンスリバウンドを取ってくれました。ウルテルのスローイン、フルニエキャッチアンドシュートのスリー、ショートリバウンド馬場です。馬場、渡辺、ここでウルテルファールで止めましたが、残り 7.2 秒まで時計が進みました。フルニエも早い。2投ともきっちりと沈めました。6点差、残り 7.2 秒。さあフランスとしては急ぎたい。アルビシが行くドライブスルーからフルニエ、おっとシュートコンテスト渡辺。そして試合終了のブザーが鳴り響きました。サイレン科学アリーナ。7月に入ってこれでベルギーに続いて世界7位のフランスを撃破。アカツキ5、オリンピック本番前の最後のテストマッチ、81対75で強豪フランスを下しました。さあこれで連勝で波に乗ってオリンピック初戦スペイン戦を迎えます。中1週間を挟んでいよいよオリンピックの本番初戦が楽しみになってきました。日本アカツキ5です。